います、山形県からやってきたということで、今日はですね、村田ジャンクションというね、あちらを降りて1時間ぐらいですかね、家から、でやってまいりました。で、私も父も母も山形県民で、生粋の山形県人なんですけども、音楽を目指して、まあ、長いことさせていただいてて、宮城県の方で音楽の専門学校に入りました、はい、デジタルアーツ仙台という、ね、学校に入りまして、音楽を1年間学んで、東京の方に、行ったんですけども、まあ、だからあの東北って美味しいものたくさんあるじゃないですか、まあ、宮城県もたくさんあるし、山形県もね、いろいろなものがあるんですけども、ちょっと今日歌おうか悩んだ曲がありまして、私ちょっと食べ物ソングがあるんですね。で、この世で一番好きなものって皆さんもあると思いますね。男性の方だったらね、カレーライスとかね、ラーメンとかあると思うんですけど、私はですね、わかるかな、ちょっと今日アイテムを持ってきたんですけども、皆さんこれ何に見えますか？食べ物。はい。あ、聞こえない。お好み焼き見えます？ということで、私お好み焼きが好きで、お好み焼きベレー帽を作ってしまいました。拍手、謎の拍手ありがとうございます。私お好み焼きが大好きで、お好み焼きの歌をね、歌を作っていろんなものを持ってるんですけども、この曲はマイクではなくヘラを、マイヘラを握りしめて歌うと決めておりまして、ぜひね、一緒に盛り上がっていただけたらとても嬉しいです。サビでですね、サビが、お好み焼き、お好み焼き、やっぱり豚玉ってちょっと叫んでほしいんですけど、私も一応東北人なので、こういうのをしないのは分かっておりますなかなかあんまり山形でもですね、これ歌うのかなり勇気がいるんですね。で、山形でやると完全なるお客さんとの温度差が生まれ、私だけが盛り上がってる空間が生まれるんですが、それを承知で今日も歌ってみたいと思います。ぜひね、勇気がある、羞恥心を捨てて、私のために豚玉と叫んでくださる方がいらっしゃったら、心優しい方がいたら、ぜひ一緒にこの曲で盛り上がって、フォルテさんの思い出を楽しいものにさせていただけたらとっても嬉しいです。ということで、これは被らせていただくんですけど、被るとすごいところがですね、完全にやっぱ自己満でして、皆さんから見えませんはい、ということで、完全にね、自己満で作りましたのでね、はい、これを被ってちょっとお好み焼きの歌を歌わせていただきます。ぜひぜひ、あの豚玉と叫んでいただけたらとっても嬉しいです。では聴いてください。お好み焼き愛を歌ったラブソング、ジャパニーズピザ。本日晴れの日、鉄板熱々、時々胸も高まります。楽しみしてたあの店に行こう。メニューを広げて選んでる時が一番幸せな時間。食べたいものを一つに選ばなきゃ悩むよ、何食べよう。どんな具材を入れても美味しい。お好み焼き、お好み焼き、やっぱり豚玉。ソースマヨネーズに青のり、鰹節だしが。ありがとうございます。お好み焼き、お好み焼き、もんじゃに負けるな。月島で頼んじゃおう、紅生姜だけはお好みで。2番、5月の7日はこんなのフィフィーバー。みんなは何を作ります？おかずにならない、ランキングは1位。それでも大阪定食あります。ご飯味噌汁出ます。淡水化物取りすぎじゃないですか？1枚2枚と何枚でも目の色、いい
本当に優しい方がたくさんいらっしゃって、私も東北に生まれて本当に誇りに思っております。大好きな県です。はい、ということで、今日はですね、初めてフォルテさんに、ね、出演させていただきまして、山形から来ましたあやねと申します。この後2部もあるんですけどもね。